はい、ピースクでサックスペやっていきますということで、お知らせがついにやってまいりました。で、シラス強化ですね、来週から、まあ、メンテでちょっとフラグ立ってたんですけど、うん、来るようでございます。パチパチということで、まあ、来週はおやすみ鈴木と深見くんかな、はい、が新登場するかと思われます。で、そのガチャの時ね、なぜかね、普通の常設軍団もバナーとかに入ってたんで、もしかしたらマグロとかカンパチとかも出るやつになるかもしれないってやつですね。はい。で、一応ね、こっちも PG3 ぐらいまでは作れる高校になってまして、まあ、ちょっとまだメンツがね、揃ってないかもしれないですけど、うん、一応かなり強めの高校にはなっているっていうことで、はい、まあ楽しめるんじゃないでしょうかということで。で、船長ですね、船長制度が、追加になってまして、能力っすね、このランク、いつも査定をね、どれだけ強くできるかみたいにやってると思うんですけど、その能力値が一番高いやつ、イベキャラの中で一番強いやつが船長になって、まあ、それをね、まあ、まずは最初に船長になる。で、そこから抜かせて、また抜き返してっていうのを繰り返すと、まあ、どんどん経験点が50オールとかで入るので、そのループを、船長ループっていう、なんか名前みたいな呼ばれてるんですけど、うん、それを繰り返してって点数稼ぎつつ、まあ、いつも通りね、はい、コツを踏んでって、まあ、コツもらいつつ、経験点もらいつつっていうのをやっていくって感じですね。またその、能力の調整みたいのが結構ね、難しかったりめんどくさかったりするので、うん、まあコツはね、今まではどんどん潰してていいコツを狙っていこうって感じだったと思うんですけど、逆にコツはね、潰さない、潰すと能力上がっちゃってどんどん差がついていっちゃうんで、できるだけギリギリで抜かせてあげて、抜かせたら今度また抜くために能力上げてみたいのを繰り返していくっていう、そういう感じの高校ですね。はい。で、一応なんか PG2 まで作ったやつ、アプリの動画があるので、まあ、それ貼ってあるかな、概要欄多分いつもあるかもしれないですけど、一応コメント欄とかにも載せておくんで、よかったら、はい、参考程度に見ていただければなというふうに思います。で、金徳ですね。で、金徳もイベキャラの持ってる金徳、ある程度コツを踏んでいくと、そのイベキャラがね、金徳を覚えるんですけど、ランダムで覚えて、それを、金色のコツイベントが発生した時に踏むと、その中から、まあ、1個しか持ってなかったらそれがもらえるんですけど、まあ、2つとか3つとかなってたら、その中からもらってない金徳、ランダムで1個。で、潰しとかないと、もしね、もうすでにもらってるやつの金徳をそのイベキャラが持ってたら被っちゃうので、まあ、金徳は潰してとかっていうのを気をつけながら、金徳を潰すっていう謎のワードが出てくるんですけど、はい、そういうのもあるっていう感じですね。はい。なので、まあ、元から、まあ、深見くんとかは元から強心臓を持ってて、こう、いや、ちげえわ。普通の自分のイベントでもらえる金徳も強心臓なので、一人で新強心臓取れるみたいなのができたりするんですけど、まあ、そういう使い方もしつつ、うん、まあ、アーティストのもともと能力として持ってるのと、金徳もらえるやつがアーティストだったら一人で新アーティスト取れるみたいな、誰だろう、フランケンの大田とかかな、はい、まあまあ出てないですけど、うん、そういうやつが、日田くんも一応そうかとかね、あるんですけど、うん、まあ、そういうね、やり方もありますよっていう。で、総合はやっぱりSまで持ってって、まあ、オール100かもらってみたいな感じで、まあ、1万5000点ぐらい出して、でコツいっぱい入るので、そしたらまあ PG は全然超えてくるのかなっていう感じの高校になっております。まあ、あとは試行シリーズ積んだりとか、うん、上限いっぱい積んだりとかで、まあ、査定をね、どこまで上げていくかみたいな、うん、PG2 ぐらいまでやったら多分作れると思うんですけど、はい、まあ、来週からやっていきたいと思います。で、カンパチ必須ですね。カンパチはやっぱコツイベがいっぱいもらえるので、カンパチくんが必須になっているっていう、まあ、割と幅広い感じだったとは思います。で、まあ、ピッチャーも
結構強いやつ作れ、 PG ぐらいだったら多分作れると思うので、うん、まあ、両方楽しめる感じの。ピッチャー使う場合は深見くんは入れた方がいいのかなっていう感じだと思うんですけど、まあ、あとはサクスペの限定キャラがどこまで入っていけるのかみたいな、まあ、あんま能力高いやつだと全然入れないので、まあ、能力が低くて、まあ、なおかつそういうあのね、骨イベがいっぱい入るキャラだったりとか、うん、骨イベボーナスの高いキャラ、まあ野手だとカンパチが一番高くなるんですけど、投手だとまあ虹谷とか堂江とか、まあその辺、まあでもその辺でも能力高いので、まあどこまで入れていくかみたいな感じにはなると思うんですけど、はい、そういうような感じでございます。まああとはね、来週やってって、はい、探っていければなっていうふうに思いますって感じですね。でガチャも来てますね。この前の野手バージョン、投手バージョンみたいな感じか。でなぜか夢白が1枚もらえますよっていうので、おやついっぱいもらえますよって感じなんですね。はい、でもうここでシラスが来ちゃうので、28まで全然休める暇、まあ一応ここでここが来て、いつまでだろう、あ5月11まであるんだ。はい、で多分ね覚醒ガチャとかも挟んできそうな気がするので、うん、で聖持ってない人はできたら聖がね、シラス強化、あと、聖と風薙か。聖と風薙あたりは、シラス強化だいぶ強いので、まあ、その辺がね、来ちゃうとね、持ってない人は、ちょっと大変だったりすると思うので、うん、休めない。休めないって感じなんで、まあ、そうですね。気をつけて。で、お休み鈴木と深見くん。まあ、深見くんはシラス強化で、全然使えるんですけど、鈴木くんに関しては北斗のね育成の方に、まあ、北斗強化の方が今アプリできてて、そっちだと結構テンプレに入ってくるようなキャラになってて、まあ、現状の北斗でも一応入れるのかな、ちょっとその辺わかんないんですけど、まあ、入れるは入れると思うんですけど、その強さ的にどうなのかなっていう、まあ、今北斗やらシラスやら、まあ、エビルもそうか、まあ、結構 PG 以上狙える高校が結構増えてきているので、まあ、そこと比べてどんくらい北斗が上がっていけるのかなっていうところはあると思うので、まあ、それ次第なのかなって感じです。はいですね。で、まあ、あと新京新像とか、まあ、新安田製造がねちょっとまだ、あの寺道くんとか、まあ、来るかもしれないですけど、もうすぐ、うん、あと沖野か、その辺が結構安打製造木枠で結構使われてたキャラなので、また春市とかか、あの春市の別バージョンとかで、まあ、現状の安打製造機ってあんまり、まあ、ちーちゃんぐらいですよね、ジャスミンの、ちゃんと有能みたいなキャラってあんまりいないので、ちょっとその辺どうなのかなっていうところもあると思いますが、はい、ちょっとねいろいろやることが増えてきたので頑張ってやっていきたいと思います。ということで、まあ、とりあえず新京新像で北斗やってみるのが面白いのかな、はいって思いますので、はい、いろいろやっていきたいと思います。まあ、この辺は覚醒キャラがガンガン来そうな感じの匂いがするやつらばっかりなので、はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。皆さんピースの日常お過ごしください。バイバイ。